皆さん、こんにちは。医療法人社団、碧水会の三木千佳でございます。そしてこちらが。皆さん、はじめまして。私、株式会社 CUC の中村と申します。よろよろししくくおお願願いいいいたたししまます。本日はですね、医療セミナーということで、テーマを考えております。で、具体的にじゃあ、どういうお話になるか、かのこさん、ご紹介ください。ます。はい。では、私からちょっと本日のセミナーについて簡単に説明させていただきたいと思います。本セミナーはですね、The Last 100 Days というテーマでお送りさせていただくんですが、こちらは The Last 1000 Days というイギリスで行われていたキャンペーンを参考にさせていただいております。で、このキャンペーンが何かと言いますと、高齢者をなるべく入院せずに、ご自宅で、なるべく過ごせるように、という取り組みを行っているキャンペーンになります。で、こちらの今回のセミナーのテーマである The Last 100 Days はですね、在宅緩和ケアでによって、いかに患者様が充実した最後の100日を過ごせるかということをテーマに、お話しさせていただければと思っております。はい。はい。はい。で、本セミナーはですね、2つの動画から構成されておりまして、で、本日が1回目の動画になります。で、1つ目の動画も2つ目の動画も2部構成になっております。で、本日が一つ目の動画になるんですが、今回一部目では、隣にいらっしゃるミキ先生と、で、その患者様のご家族様の長島さんをお招きして、リアルな対談をしていただいてます。はい。で、二部目には、イギリスから、先ほどご紹介した The Last 1000 Days で中心的に活動されていたスネットン先生をお招きして、イギリスでの取り組みについてお話しさせていただく予定となっております。はい。スネット先生、あれですよね。看護師さんで、イギリスのグラスゴー大学というところの看護学部の前看護学部長。これでイギリスのですね、リンパ浮腫学会の代表もされてまして、ロンドそうンに。なんですはい。ですから、緩和ケアの専門家でもあります。すごはい。い。たくさんいいお話が聞けそうそうでですね。ね。はい。そしたら、まずあれですか、私と長島さんとの対談なんですが、実はですね、長島さんというのは、お母さんも私が担当で、在宅で見たんですけども、実は私、40年近くですけども、患者さんのご家族と、患者さんが亡くなった後にしっかりお話をするというのは、ほとんど経験がなくてですね、収録したビデオをさっき見たんですけども、かなり緊張しておりましてですね、ビビっているという。そういったところも見ていただければいいかなと思います。二つ目の動画についてもですね、こちらも二部構成になっているんですけれども、一つ目のパートでは、隣にいらっしゃるミキ先生から、がん患者さんにおける栄養の重要性についてお話しいただきます。そして二つ目のパートでは、エディンバラ大学のレアード教授をお招きして、アクエキスについてお話しいただく予定となっております。楽しみですね。はい、とてもはい。楽しみです。それでは、じゃあ、最初の収録ビデオを見ていただきましょうかね。はい。じゃあ、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。皆さん、こんにちは。私、医療法人社団、碧水会の三木千佳と申します。本日のセミナーは、いわゆる緩和ケアを、在宅医療で行いたいということのセミナーでございます。そういったテーマにしております。で、第1部、第2部に分かれておりまして、第1部は、実際に、緩和ケアをですね、在宅で受けた患者さんのご家族から直接お話を伺うという意味で、本日は長島理沙さんにお越しいただいております。長島理沙さんは、昨年ですけども、お母様が、緩和ケアを在宅で受けられ、実際に介護をされてたということでお話を伺います。で、実はですね、この私が、主治医として担当させていただきましたので、本日は、いわゆる緩和ケアを受ける患者さんと、患者さんのご家族の目線から、その在宅の緩和ケアということをお話しいただきたいと思っております。第2部の方ではですね、私たちの対談をもとに、ゲストをお招きしておりまして、英国のリンパ学会の代表、かつ、グラスゴー大学の前看護学部長の、マーガレット・スネッド先生に私たちのお話を聞いて感想を伺いたいと思っております。それでは、まず、長島理沙さんのお母様の臨床経過についてちょっとご紹介させていただきます。お母様は64歳なんですけども、2022年の11月に、ステージ4の右の肺がんというふうに診断されまして、で、化学療法が開始されました。で、2023年の6月には、
いわゆる背骨に転移が発見されまして、そして、胸に水が溜まってきました。そして、呼吸が苦しい、それから痛みが出るという症状が出始めました。そして、2023年の9月4日に、それまで通ってた病院の通院が困難となりまして、そして私たちが、診療に参加させていただきまして、お家で、診療を続けるということになりました。で、初診時なんですけども、非常に呼吸苦が強くて、しかもその転移した部位の肋骨の部位ですね、かなり痛みが高度でした。で、食欲はまあ、かなり低下してたんですけども、なんとか食べることはできました。そしてその、足の浮腫がかなり強くて、だいたい1日の大部分をベッドで、過ごしておられました。で、その時点では、おそらく余命は数ヶ月程度かなというお話をさせていただきました。そして、症状を取るということで、オピオイド、利尿剤、ステロイドの投与を開始いたしました。そして、2023年の9月の11日ですから、1週間後にはですね、食欲がだんだんこう、増してきまして、それでもまあ、まだ呼吸が強かったものですから、アマゾンのアレクサを使いまして、いわゆる遠隔医療も開始させていただきました。そして、毎日うちのスタッフが、お母様の様子を拝見してお声掛けをさせていただきまして、で、その成果が出始めまして、だんだんですね、呼吸苦とかむくみが取れてきました。で、一番の理由はですね、その症状に応じまして、毎日毎日薬の量を調節、私がさせていただきまして、それが、まあ、功を奏したかなと思います。そして、びっくりしたんですけども、それからさらに、1週間後ですね、2泊3日の旅行に行かれることができました。はい。で、その頃には、もう呼吸苦もなくなり、足のむくみもほぼなくなってですね、もう、十分に旅行先で食事も楽しむことができましたよね。はい、よかかっなたでり。す。はい。そしてその後ですね、またご自宅で診療を続けたんですけども、で、その後10月に入りまして、またちょっと呼吸が苦しくなって、むくみもまたひどくなったもんですから、遠隔医療も再開させていただきまして、オピオイド、利尿剤、ステロイドをこう増やしました。で、その成果が出て、その1週間後には呼吸苦、それから痛み、それからむくみもだいぶ良くなりました。そしてその後も遠隔医療、それから訪問診療を続けてきたんですけども、だんだん10月の末になりまして、だいぶこう足の筋肉の力が落ちて、もう一日中ベッドで休まれているという状態になりました。ただ、痛みのコントロールとか呼吸の苦しいのは、うまくコントロールできまして、10月の26日には、ご家族でレストランに行かれてお食事を楽しませることもできました。そして、ただその後、やはり状態がどんどん、まあ悪くなってきまして、呼吸困難が、強くなりまして、で、意識レベルもね、少しずつ落ちてきて、そして、まあ残念なんですけども、11月の2日に、まあお亡くなりになられたという経過になります。で、びっくりされるかと思うんですけども、亡くなる5日前にレストランで食事されたんですよそうね。ですね。はい。素晴らしいと思います。これが今、大体の臨床の経過でございます。それではね、今から長島さんにですね、お話を伺いたいと思うんですけども、あくまで患者さんのご家族の目線で話してください。私に遠慮せずに わかりまおす。願いいたします。じゃあ私からちょっとね、ご質問させていただきますね。まず、初めはですね、病院に通院されてたと思うのですが、なぜ在宅医療に移行しようと思ったのでしょうか。その理由を教えてください。わかりました。在宅医療へ移りたいというのは、母も家族も双方の希望でしたね。普段から家で過ごすことの方が外出するよりも好きな母だったので、家にいれる時間を伸ばしたかったのと、あとは、治療の過程で、抗がん剤やったり、する中で、何度も入院をしていたので、もう入院はちょっと、たくさんだなという気持ちが本人にもあったと思います。じゃあ次の質問お願いいたしますね。実際に在宅医療を受けてみて良かったなと思うことはありましたか？ありましたね。まずは痛みが、通院時に比べると格段に取れるようになって、家でどう過ごしているか、どんな体制でいるかまで先生に見ていただいたので、お薬をそれに合わせてコントロールしていただけたっていうところが一番良かったんじゃないかなと思いますね。医学的に言うとですね、痛みって3つの種類がありましてね。第一が、人の組織がダメージを受けて生じる痛みなんです。で、第二はね、知覚を伝達する神経がダメージを受けて痛みが出る。そしてね、第三の痛み、これが一番難しいんですけども、慢性的なその精神的なストレス、それがね、心に蓄積して起こる、まあ、ある意味、
まあ、心因性の痛みなんですね。うん、で、第一、第二の痛みというのは、まあ、在宅の緩和ケアで痛み止めの薬をきめ細かに調整することで楽になるんですけども、この第三の心の痛みというのはね、なかなかお薬で緩和するのは難しかったんですね。ですから、そういった場合は、やっぱり住み慣れたご自宅で、やっぱりご家族に支えながら過ごすことが、まあ、最も有効な治療だったんじゃないかと、そういうふうに思っております。そう思います。別の視点で言うと、こう、先生先ほどおっしゃってたと思うんですけれども、アレクサですね。はい。入れていただいて、はい、ベッドサイドにこう置いていただいたので、毎朝先生か看護師さんがこう、母の健康チェックをしてくださっていたっていうのは、すごく家族も母も安心だったなというふうに思います。はい。はい、通常の往診はですね、患者さんからこう、来てくださいってご依頼をいただいてから、診療に伺うことが多いんですけども、実際はね、患者さんとかご家族が往診をこう遠慮されたりとか、あとね、辛い症状結構我慢されちゃったりするんですよね。で、そのためにその治療のタイミングがちょっと遅れることが実はよくあるんです。で、私たちのクリニックではそのようなことがないように、こちらから積極的にその症状を把握してですね、患者さんのご様子を、まあ、今回はアレクサで使ったんですけども、拝見させていただいてお声を聞いてね、そして早め早めに対応するように行ってました。で、重要なのがですね、毎日どれぐらい食事取れてるかということも、アレクサでね、把握できたことも意義があったと思います。食べるということは日々の生活のための重要なエネルギー源ですので、この食事で得られるその栄養の貯金というものがですね、在宅緩和ケアの維持にはこうなくてはならないものなんですね。うん、痛みがひどい日には先生に直接こう、はい、午後に診療に来ていただいたりしたのもすごく安心でしたね。はい、それでは第3の質問に行きますね。はい、クリニックが往診がない時間というのは、訪問看護師さんなどが訪問してくれていたと思うんですけども、実際どんなふうにケアしていただいてましたか？そうですね。訪問看護師さんに、訪問診療に入っていただくのと同時に入っていただいたんですけれども、はい、最初はあまりこう、たくさん処置をしていただくみたいなことはなかったので、心のケアを結構していただいていて、父がメインで、こう、看病をしていたので、父の心のケアをすごくしていただいたな、というふうに思いますね。それ素晴らしいですね。で、ただ母はこう、やっぱり亡くなる前は、褥瘡が結構ひどくなってしまったので、毎日、包帯を当てに来てくださっていたのも非常にありがたかったですし、うん、結構こう、だん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 こう母の精神的なケアに移っていったなっていうのも結構見ていて思いましたね。それはこう安心でした。ね、はい。私たちのクリニックの往診っていうのは原則、まあ、1週間から2週間に1回となります。で、その間はですね、訪問看護師さんがより頻回にね、お宅を訪問して、患者さんだけでなくて、ご家族もサポートしてくださいます。で、さらにその私たちにその情報をね、共有してくださるんですよね。うん、で、また訪問看護師さん以外にも、様々な職種の方も連携してます。例えばその訪問薬局の薬剤師さんは、その薬の内容、それから飲み方の説明だけじゃなくて、たくさんの種類の袋を一つの袋にこうまとめてね、移行化してくださるので、薬の飲み間違いとか飲み忘れがなくなりますね。それから、生活のサポートを担当するケアマネージャーさん、この方々は在宅医療の複雑な手続きを手伝ってくださいますので、このようにね、いろんな、こう、様々な職種が連携して初めてこの在宅緩和ケアっていうのが成り立ってます。はい。じゃあ、4番目の質問の方に移りますね。逆にね、もっとこうしたらよかった、してもらえたらよかったということありました？そうですね。病院に通いながらも、もっと早くこう在宅医療を取り入れておけばよかったなっていうふうに、今思うと感じますね。先生に見ていただいたのは2ヶ月くらいだったと思うんですけれども、半年くらい前からもう抗がん剤は実際には打てなくなってしまっていて、痛いながらもこう経過観察で通院していたので、うん、その時から先生に見ていただいてれば、もっとこう、痛みが取れてたのかなというふうに思いましたね。はい。この緩和ケアっていうのは、実は癌と診断されたか、その日から実は始まるものなんですね。病院での入院治療が終了して、外来通院となった時点で、在宅緩和ケアが日々の生活をサポートするとですね、抗がん剤治療のね、辛い、まあ、副作用も緩和できて、まあ、
ある意味積極的ながん治療の継続性も高まるんですよね。そうだと思いはます。い。で、また治療中の生活の質であるとか、日々の活動性も守ることができます。しかし、実際には早い段階からですね、在宅緩和ケアを受ける人は少ないですね。やっぱりそうですですよから、ね。在宅緩和ケアが積極的ながん治療の助けにも、なるんじゃないかと。で、それを周知していくのが、必要だと考えています。じゃあ、最後の質問となります。お母様のね、ずっとそばで見守られてきたと思うんですけども、最後はどのような気持ちでした？そうですね。最後は、やはり喪失感もすごく大きくて、あと2ヶ月のこう短い期間だったので、悲しみももちろん、大きかったんですけれども、やっぱり痛い、食べれないとかっていうことが、母の中ではすごく辛いことだったので、そういったことにもう苦しむことがないんだなっていうのは、なんかこう、一種の安堵感みたいなものはありますね。で、闘病自体も1年くらいだったんですけど、多分その間に何度も一緒に病院に出かけて、一緒に家族で過ごして、それこそ旅行ももう何年ぶりに行ったかなっていう、そうでしたね。くらいなので、なんか家族の結びつきみたいなものはすごく感じる、もう一年間だったなと思います。なるほど。私たちが行っている在宅緩和ケアの最大の目的はね、そのがんの患者さんとご家族の、最後の数ヶ月なんですけどもね、それを豊かなものとして、辛い中にもね、いい思い出が作れるようにお手そう伝いですすね。ることなんです。で、この後ね、実はイギリスの看護師さんを代表して、英国リンパ学会の代表で、スコットランドにおられるグラスゴー大学のね、前看護学部長のマーガレット・スネッドン先生から、今お話しさせていただいたことの、コメントいただくのと、イギリスでどういうふうに取り組んできたかということをね、お話していただきたいと思います。ぜひ皆様にも聞きいただきたいと思います。それでは、マーガレットさんよろしくお願いします。スコットランドは寒いですかね。よろしくお願いします。Konnichiwa. Thank you, Professor Miki, for inviting me to join this webinar and for your kind introduction. To answer your question about the weather, it's not so cold here now that we're into spring and we're enjoying seeing all the spring flowers come into bloom. I am deeply honoured to share this session with you and would particularly like to thank Ms. Nagashima and her family for sharing their experience of home palliative care. There is so much we can learn from patients and families in their sharing of such experience that will help us improve the care we provide during such a critical period. The journey from diagnosis through treatment and into bereavement is unique to each individual and family. It may be relatively short or long. It may bring much sadness, but can also bring much joy. The interview with Ms. Nagashima is a wonderful example of this. I will draw some examples from the interview to illustrate the aims and the benefits of an effective palliative care service, and also some of the challenges that may arise. First, it's important to recognise that there are different models of palliative care services. However, regardless of how it is delivered and where, the principles and aims remain consistent. The World Health Organization describes palliative care as enabling the best possible quality of life for patients who are facing the challenges of a life-threatening illness and for their family. And the family are critical, particularly when care is provided at home. The family provide much of the day-to-day care, often 24 hours a day. They see any problems and distress experienced by the patient and how well the treatment is working. They're sensitive to small changes in the person's condition and can therefore help the palliative care team identify and respond promptly to any changes or new symptoms more easily. Effective palliative care therefore requires a healthcare team who are knowledgeable about symptoms and their management, but are also able to work with the patient and the family in partnership. Knowledge is only part of it. The most effective teams will foster open communications,
with the patient and family and between all parties and develop strong and trusting relationships. The family are simultaneously part of the team caring for the patient and also recipients of the professional team support. Working in partnership with them, providing information, practical advice, and building their confidence in their ability to provide adequate care helps prevent them becoming exhausted and unable to cope. But there's also a longer-term aim. It's always devastating to lose someone you love, but it can be a great comfort for the family if they've had a positive experience of caring for them, knowing they have made a positive difference in preventing any suffering, being able to share precious time with their loved one, reminisce about happy times, and create fond and lasting memories. I'm delighted that Miss Nagashima is able to reflect on that special time with her mother and father, witnessing their strong bond and taking comfort from this, despite feeling her loss deeply. Alongside working with the family, the core palliative care team must recognise their limitations and needs if they are to be most effective. Professor Miki gave examples of collaboration with other disciplines when additional skills and expertise was helpful in ensuring a true holistic approach to care, as not one professional can meet all the patient's needs. This is not only good for the patient, but also supports the team's resilience. They care about what they do and the people they care for, building relationships with the patient and family, sharing their sadness and sense of loss. Collaborating with others and adopting supportive strategies within the team is vital to their continued ability to provide such special care and to accompany the patient and family on their difficult journey. I'd like to say something about the timing, because it was interesting that Ms. Nagashima said that she wished that the family had taken advantage of the home palliative care service earlier. As Professor Miki explained, palliative care is not limited to end-of-life care. There remains a belief in some that transitioning to palliative care is very much a last resort, a sign of giving up. And because of that, it can be both be dreaded and resisted. In such cases, active treatment is often continued needlessly with distressing side effects, with very little benefit to the patient who finds it increasingly difficult to cope. Not only is early referral enabling the building of positive relationships with the patient and family, but there are often, as President Miki mentioned, symptoms and side effects during treatment with which the palliative care team can help. The palliative care team are also skilled in enabling patients and families to talk openly about their fears and concerns and facilitating decisions about continuing active treatment or not, and helping them to adjust to the changing situation. In the case of Ms. Nagashima's mother, home palliative care started when both the patient and family expressed a wish that she be cared for in their own home, as she'd had enough of hospitals, having been an inpatient on several occasions. Hospital care, no matter how good it is, whether it's an inpatient or an outpatient, is regimented to some degree. It may feel as if the patient's life revolves simply around hospital appointments, which necessarily run to a timetable. The environment has a sense of busyness, urgency, and can provoke a lot of anxiety. Frequent attendance may become increasingly difficult, both physically and emotionally. However, palliative care is about making the most of whatever time is available, making and treasuring positive experiences. At home, there is comfort in the familiar surroundings, a greater sense of control and freedom
over what happens and when, including when friends might visit, outings or treats, as the patient is able. Life can be made to feel normal or even special. This, the positive, more relaxed home environment amongst those who loved her almost certainly contributed to a lessening of the pain experienced by Miss Nagashima's mother. The frequent review of medication and fine-tuning would also have played a significant part in the improvement and provide further reassurance to the patient and family. I'd like to say something about the challenges, because it's important to recognise that it's not always easy providing home palliative care. For example, both the patient and the family may fear that symptoms can't be effectively controlled at home, and that the patient might suffer more than they would if they were in hospital. If they do, they may question if they're doing the right thing. The reality is that some symptoms are difficult to control, but as with Miss Nagashima's mother, some may be more easily managed in the home environment. But even when complete control is not possible, the patient and family can be supported in coping with these. The family may also doubt their ability to provide good care, an issue that can be overcome with gentle guidance on the positive steps they can take and preparing them for likely scenarios, and the reassurance that the team are accessible if needed. They can also be assured that the best care possible comes from the love they have for their relative. But they will need support, information, guidance and education at all stages to help them navigate a journey that's often unpredictable in terms of the symptoms and how the patient feels. A simple example of that, which can be difficult for the family, is that the patient may enjoy a particular food one day, but not the next, or even request a particular food, which may be lovingly prepared and then not wanted. The family may also fear the actual death, needing information on what may happen, what they should do to help prepare them. Miss Nagashima's mother experienced a number of symptoms. Although some of the problems recurred towards the end of her life, these were largely relieved or sufficiently well managed to enable her to have those special outings and memories made. It isn't always possible to relieve all symptoms, but also in managing some symptoms, other symptoms may arise. For example, pain medication may cause a number of side effects, including drowsiness. Some patients would prefer to experience a low level of pain on occasions so that they can remain alert and enjoy doing things with their family, or be able to think clearly to sort out their affairs. I'd like to say something about palliative care being not being a passive process. We don't wait for things to happen and deal with them. It's very much a proactive, dynamic and forward-looking approach. And there are four concepts I'd like to mention. The first is advanced care planning, which is one element, whereby there's open discussion with both patient and family at an earlier stage of the illness, which helps to identify and document any particular wishes about end-of-life care to ensure everyone is working to the same goals. And this can be very comforting for the patient and family. And if there are changes in staff, it means everybody knows what the patient wants. Another concept is anticipatory care, which is wider than prevention, but it really means that even in the last few months of life, by understanding the illness trajectory and possible treatment side effects, we can anticipate the risks of particular problems, take steps to reduce these risks, and keep the family informed and alerted so that if they do arise, they can tell us and we can respond promptly and then resolve them, or at very least minimise their impact and reduce the anxiety they may cause.
Preventative strategies may also include encouraging patients to keep active. Although we all know that keeping active is generally good for us all, it is highly recommended for anyone with cancer, but it is understandable that people wonder if there's any point in worrying about exercise movement in the last few months of life. However, without regular movement and activity, we all quickly lose muscle strength and bulk, flexibility and mobility. Our circulation slows down, we may develop foot and leg swelling, become weaker and more dependent on others. In someone with advanced cancer, inactivity is likely to exacerbate or cause many problems. So while we would not advocate vigorous exercise at this particular stage, we would encourage movement and activity according to the patient's ability. It partly stimulates their breathing circulation, which might help to reduce some edema in the lower limbs. It can also slow down the progressive weakness they experience that might cause them to lose independence and self-confidence and be at risk of falls. So the longer that can be maintained, the better. So every little can help, and there is something that everyone can do regardless of their debility, and they can be supported by providing suitable aids for walking and movement. It's perhaps helpful to guide the family that sometimes they can be too kind because they want to do things for the patient. But if the patient can, it's useful to allow them to undertake as much personal self-care as possible rather than doing it for them, just assisting when needed. Other helpful strategies are encouraging the wearing of proper shoes, to take a short walk for a few steps, or making it a bit of fun to do a few stretches or leg and foot movements, such as ankle stretches, even from their chair or bed. It can all make a bit of a difference. However, another important feature is it must be balanced. It's vital to balance between the benefits of any treatment or any strategy with any side effects or any additional burden that may give rise to for the patient. It may not be appropriate to manage every symptom. It's also important to know when to stop treating some problems and focus on allowing the patient to slip away peacefully. And finally, I'd like to mention patient-related outcomes and outcome measures. This involves prioritising what matters to the patient and using these to measure your success as a team. Some symptoms that may seem important to us professionals are less important to the patient. In assessing the needs of any patient, we should make sure that the patient has the opportunity to express all their concerns, always going back and asking if there's anything else, and then trying to find out what is the most important to them. And if there's any particular goals or things they want to be able to do, because that allows the team and the family to prioritise and focus efforts on what matters most to the patient. For example, if it's really important for them to be able to continue to walk to the toilet, or maintaining a degree of muscle strength and reducing edema needs to be addressed. If that's not important, it's less so. If they're anxious to see a friend with whom they've lost touch, to be able to watch a grandchild playing football, to live long enough to attend a wedding or other significant occasion, all efforts can then be focused on enabling that. However, I think it's worth remembering that even if that achieving that important event or goal is not achieved, it does not matter. In anticipating and planning for that experience, the patient and family are likely to derive enormous shared pleasure that they will remember fondly. A former patient of mine who knew his condition was deteriorating rapidly spent the last few weeks of his life planning a tour of America, detailing all the places he would go, how he would get there, and what he would do.
He didn't need to be reminded every day that such a trip would not be possible, but he gained enormous pleasure from it, and listening to him was also very positive. Sharing his plans, it was inspiring. So, just in conclusion, palliative care does not seek to extend life, but to add quality to the life that remains, free from distress. Home palliative care brings together the special skills and strategies of the palliative care team and the therapeutic caring environment of the home, where the needs and the priorities of patients are central. It has potential to transform the later stages of life into a positive experience with a lasting impact on the family. So thank you very much for allowing me to share some of my thoughts in palliative care, and I hope the rest of the session goes well. Thank you. はい、スネッド先生、ありがとうございました。非常にいいお話を伺いまして、皆さんためになったかと思います。実はですね、裏話なんですけども、今回スネッド先生にコメントをいただくにあたってですね、事前に長島さんのお母様の臨床経過をですね、スネッドン先生に報告いたしまして、そしたら返事のメールにですね、あなた足のむくみちゃんと取ってないわよって、ちょっとお叱りの言葉をいただきまして、スネッド先生はその足のむくみとかリンパ浮腫を取る専門家なもんですから、今回はその話はしないわねっていうふうに言っていただきました。ありがとうございました。でも本当に大事な話ですので、また回を追いまして、スネッド先生にリンパ浮腫、それから足のむくみを取る、英国での取り組みに関してご紹介していただきたいと思います。楽しみにしております。スネッド先生、ありがとうございました。もうあんまり怒らないでくださいね。では、皆様、2回目の動画もぜひご覧ください。よろしくお願いします。